なんかいいこと言ったんちゃう今。泣かなかったけど。 GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、久保塚洋介です。10 Essentials、 自分にとってなくてはならない10のアイテムを紹介していきたいと思います。 Here we go。 乾杯。最初のアイテムは私グラスと無す日と書いて結びです。体にいい、心にいい、星にいいというテーマで、そういうことを、なりわいにしている方のところにですね、インタビューに行って流すという YouTube の番組をやってたんですが、寺田本家という千葉県にある400年ぐらいかな続く酒造がありまして、でそこに取材に行きました。コロナが始まった頃に発酵道っていう本を、まあ、先輩から勧められて読んで、微生物だったりとか腸内環境だったりとかっていうことが書いてあって、すごく感銘を受けて、本を書かれた方がその寺田本家のご先代にあたる方だったんですね。無農薬で、しかも発芽玄米そのままをお酒にしてる、それがこの無す日と書いて無す日になります。断食合宿に行った時も、これだったらいい、マジっすか。なんでかっていうと、何にも入ってないんですね。独特の味がするんですけど、これを入れている今このグラスが、実は私がプロデュースしている私ジャパン揺れるグラスということで、こんな感じで、美味しい。次のアイテムは腹巻きです。こう見えてですね、胃腸が弱くてですね、夏でも割と腹巻きしてて、沖縄に旅行に行った時に腹巻きしたまま海に入っちゃうぐらい一心同体と化してた時もあったんですけれども、今もしてます。藍染めの腹巻きで、トータスさんっていうところの腹巻きなんですけど、何回洗っても縮み力っていうんですか、それが落ちないんですよ。腸っていうのはやっぱりとっても大事で、生命がまず腸からできるっていうふうに言われてます。その人自身を作り上げてるっていうのが、まあ、腸って言われてて、腸を守る道具としての腹巻きとなります。できるかな、できるかな、文社から神谷万次ライン。This is it。 ダンボールカッターです。使いすぎてですね、壊れちゃってここが閉じないんですね。ここにですね、テープを貼って誰も傷つけないように生きてるんですけども、それでも傷つけてしまう僕ら人間で、段ボールをピャッピャッピャッ、まず芯が折れるっていう心配をせずに本意気で全部いいです。いっぱいいただいたりとか送っていただいたりとか、パパパパパってやって、で段ボールをエリアに入れる。秘書ファンの方から自宅にですねプレゼントもらうようなことがあったとしたら、完全にうちの住所バレてますんで。ただね、昔からですね見バレしまくってるんですよ。ちょっと某横須賀時代にですね、マンションの方からね、ちょっとだけですけども落っこっちゃったりとかして、観光スポット化した状態になってる。タクシーの運転手がね、あ、いいよっつって、ボスがのマンションだろみたいな、あっこから落っこったんだよあいつはってね。11年大阪住んでますけど、その頃もまああそこに住んでるらしいよみたいな感じではなったんですけど、本当に嫌な思いをしたことがないんですよ。みんな節度を持って接してくれてるのかなと。 SNS とかキーボードウォリアーみたいな人もいるけど、でもまあそこにすら刃をね向けないで、もう段ボールだと思って捨てないんでね、回収するっていうことをみんなでやっていけたらより良い世の中になるかなと思います。じゃあキャリーさん56で。
はい、次のアイテムはゴルフクラブです。アンドセットです。絶対一生やらないと思ってたんですけども、仲間と一緒に打ちっぱなしに行ってちょっと打ってみたら、あいつ天才じゃないってうまいこと乗せられて、ラウンドに行くときは結構仲間と行くんで、それは楽しいんですよ。まあ作り物とはいえ、街中にいるよりはるかに自然の中にいるんで自然を感じられる。これはまあイニシャルを入れてる球、マーカーっていうのを俺がね、長介って名乗ったりすることがあるんで、それをタンプルでくれるやつがいたりとか、まあ、これも必須のゴルフグローブ、これなしでやったらもうずるむけるんで、そうですね。これでこうヤード数を測る、あそこに置いてある段ボールまで出ないんかい、ファンキーな女性まで出ないんかい。次のアイテムは数珠です。ずっとしてるんですよね。ニュー川上神社という神社の神社に売ってる水晶と、これがゴールドルチルの入った水晶、やっぱり石ってすごく力があるなっていうのはなんか直感的に思うことが小さい頃からあって、道しるべみたいな感じで、ここにいつもいてもらってる。本当にたまに切れるんですよ。今まで替えたてで切れたりとかもしたり、こいつ今13玉ついてるんですけど全部出てきます。クラブでバラバラだったりしたこともあるし、自分にとって必要なものが必要な時に弾けて助けてくれて守ってくれて、なんかそういうことってあるよねっていうぐらいの感じでつけてます。こっちのニュー川上神社の方の水晶は、まあとあるまあ結構のっぴきならない場所にいらっしゃる方がすごく守られるっていうことで、この人守ってんだったら俺ぐらいだったら全然守れんだろうな。でまあ家族でつけてたりします。次のアイテムはデュポンのライターです。某コマーシャルをやったんですけども、そのスポンサーの会社の方から紙タバコを吸われますよねっていう感じで、うちのマネージャーの横田がまあ聞かれまして、ちょっとサプライズなんですけれども、今日実はデュポンのライターをプレゼントしようと思ってるんで最後に、そしたらまあ横田がねすごくバーッと来て、よかったですね。で何よ、なんとサプライズで今日デュポンのライターもらえるらしいですよ。ん？サプライズで、サプライズって言っちゃいけないって意味だよ。はっ、言っちゃったということでですね、手に入れたデュポンのライターなんですけれども、このっていうこの音が何気なくつける一本と、こうって聞いてからつける一本のなんかこう意味が変わるっていうか、で意味が変わったら自分へのエフェクトも変わるし、それの一個一個の価値を上げて一個一個大事になんか楽しく気持ちよく吸ったら、自分のマインドっていうのが自分に一番影響してると思うので、次のアイテムはメイトです。電動自転車 e バイク、コペンハーゲンが発祥のブランドなんですけれど もう、ね、勢い余ってね、コペンハーゲンまで行っちゃいまして、自転車文化っていうのに触れて先行ってるねっていうねキャッチフレーズがあるんですけど、本当にそれを体感させられて、デンマークって地球へのいわゆる優しさですよねっていうのをとっても考えてきた国 で風力発電が盛んで、そういういわゆる自然エネルギー的なものを使って、かつオーガニックの野菜作物を育てている国が自転車を推奨してると、タクシーで15分、自転車で10分みたいなところがめちゃくちゃあるんですよね。自転車の方が早いんですよ。自転車専用高速道路みたいなのが街中に張り巡らされてて、めちゃくちゃ快適なんですよ。これはフュージョンって言って最新のモデルで、いろんなオプションがあるんで、いわゆるファッションにもなるし、社会のアティチュードにもなるし、いろんな要素を包み込んだような
自転車買おうかなと。100年後の未来のために。次のアイテムはタビオ、ゴルフに、まあ、特化したゴルフ仕様の靴下なんですけど、中でねこう動くんですよ。本当に誤差程度でも、その誤差っていうのが、ここでの誤差は200ヤード先ではもう誤差じゃないんですよね。もう OB なんですよ。それをここでブレないことによって、未来の飛んでいった球の先がブレないって、人生みたいじゃないですか。今ちょっとブレてたら未来はもっとブレるんです。それを防いでくれるタビオ。次のアイテムはAG シュートです。普段着でも着れるアイテムとして、大阪のゴルフに一緒に行く仲間、それぞれやってきたことは違えど向かう未来は一緒っていう風に思えるような仲間が集まって発足しました。ロゴマークになるこの部分ですね、まあ、8G の8、ゴルフの G、 シグネチャーモデルになるかなと。これがですね、女神様がね、AG シュートのロゴマークのフラッグを持って地球の上に座ってて、でその大地の土壌を元に戻して自然な状態にしていきたいっていう思い、これが大阪の土地に旗の根元が刺さってるんですよ。まあ、今の根城なんで、自分が生きてる場所を愛してそこから発信していくっていう意味で大阪にフラッグを立ててます。 AG シュートを仲間と一緒にやっていきますので、お見知りおきを。次のアイテムは、アイテムと言っていいのか分かんないですけれども、じゃん、家族の写真。うん、家族、皆さんね、このステッカー貼りますか。パンダがですね、ハンバーグを食べようとしているという、娘がくれて、ダディこれあげる、ここに貼って、我々風な言い方をしたらまあダサいじゃないですか。もうその価値観じゃないっていうね。自分にとって本当に価値があって、本当に好きなものはそうなんだっていうことっていうのを分からせてくれるというか、私今までですね、ファンになるっていう感覚っていうのが一切なかったんですよ。寝る前に、あ、もうちょっとだけでも動画見ようとか、まあファンじゃないですか。あ、今何やってんのかな、今あれしてる頃かなとか、気になるっていうのってあるんだな。でそれに気がつけると、絶対一人じゃ生きていけねえなと思うんですよね。誰かがいて自分がいるっていうことを思い知らされるのが、まあ自分にとってはやっぱり家族。なんかいいこと言ったんちゃう今。泣かなかったけど。僕の10エッセンシャルズ、いかがでしたでしょうか。素直に自分が今直感で選び出したものっていうのを皆さんに紹介した方がいいかなと思ったんで、皆さんのお役に立てたら光栄です。10エッセンシャルズ、窪塚悠介でした。 See you soon!